長岡大橋は、新潟県長岡市の信濃川に架かる国道8号、長岡バイパスの橋町七十7 8 2メートルの桁橋。長岡市水道町5丁目と同市宮崎町との間に架かる、橋町七十7 8 2メートル、福音23.05メートルを有する3景お及び4景間連続リベット非合成箱下橋。車道は片側二車線の、軽四車線で、 車道両端に、福音2.5メートルを有する自転車歩行車道を備える。長岡市域の品野川に架か,かる橋梁で、国道の指定区間となっているのは東京両と古市の大橋の二つである。1970年11月16日、長岡バイパスの神田北町間海図と同時に、上流側の一気線橋梁を使用した、暫定に車線で橋梁を開始した。 交通量増大に対応するため1985年度から拡幅に着手して2期線橋梁が建設され、1989年12月31日から完成4車線での供用を開始した。地歩道には計3カ所のバルコニーが設けられており、信濃川流域を眺望することができる。また、長岡市の風物や歴史にちなんだデザインが取り入れられており、街路島には、 長岡祭りの大花火大会で打ち上げられる三尺玉やフェニックスを片切ったレリーフが据え付けられている。長岡市の川東地域と川西地域とを連絡する橋梁の一つで、東京梁の上流側には国道351号の大手大橋が、下流側には国道352号等の座王橋が、それぞれ架橋されている。右岸側は長岡駅などがある。 長岡市の中心部の川東地区で、長岡大橋から右岸側に 2.5km ほど行くと、長岡東バイパスの川崎インターチェンジがあり、国道17号と分岐している。左岸側は川西地区で、新潟県立近代美術館や廃部長岡、長岡造形大学などがあり、長岡大橋から 2km ほど進むと、関越自動車道の長岡インターチェンジがある。 ありがとうございます。